今回は6名のレジェンドによる芸術的な形容シーンを紹介いたします。1940年代に現代のボクシング技術と比べても遜色のないリズミカルなフットワークや芸術的なコンビネーションを使ったシュガー・レイ・ロビンソンは全階級を通じて史上最高のボクサーと言われております。攻防一体のロビンソンのボクシングはスピードはもちろん躍動感があり、最も華麗で美しいボクサーと認められ、多くの人が酔いしれました。1957年5月に世界ミドル級王者ジーン・フルマーと戦った時に、抜群のタイミングで放った左フックは芸術的で史上最高の左フックと言われました。に倒しておりました。帝王したのでした。ニカラグアから初の世界王者となったアルゲリョは、長身で華奢な体格ながらナイフのような左フックと強烈な右ストレートを織り交ぜた美しいコンビネーションパンチで77章のうち62の KO を積み重ねました。4階級制覇を狙うアルゲリョはそのテストマッチとして1982年7月にマイク・タイソンのトレーナーとして有名なケビン・ルーニーと戦い、初回に見事なワンツーをヒットさせました。WBC 世界スーパーフェザー級王者時代に2度目の防衛戦にパナマ人のディエゴ・アルカラを迎えました。初回いきなりアルゲリョの美しいコンビネーションパンチが炸裂し、アルカラを見事にノックアウトしました。Sugar Ray Leonard, hugely popular wherever。スーパーエクスプレス、夢の超特急の異名を持つシュガー・レイ・レナードは、ロベルト・デュランやマービン・ハグラー、トーマス・ハーンズたちと歴史的なビッグファイトを繰り広げ、ヘビー級以上に注目を集めた黄金のミドル時代を盛り上げ、晩年には5階級制覇を成し遂げました。レナードは14戦目に当時世界ランカーだったフロイド・メイウェザーシニアと戦ったのですが、この一戦でも尋常でない高速連打を繰り出しました。金メダリストのレナードはアリの後継者と期待され、順調にキャリアを積んでいる中で、世界ランカーのメイウェザーが挑戦に名乗り出ました。デビューして1年半のレナードは歴代最速のスピードと桁外れのパンチの回転力でスーパーエクスプレスの片鱗を見せつけ、世界ランカーのメイウェザーを圧倒しました。レナードが世界王者になる前に北米タイトルをかけてピート・ランザニーと戦いましたが、芸術的な左オンリーのコンビネーションブローを炸裂させた後、高速連打をあらゆる角度から繰り出し KO しました。
アマチュアプロと負けなしの戦績を誇ったリカルド・ロペスは防御も攻撃も完璧で WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、ライトフライ級と合わせて2階級を制覇しました。1994年9月に行われた WBC 世界ミニマム級王座の11度目の防衛戦でヨドシンを初回 KO したのですが、左フックのタイミングと切れ味はまさに見事でした。また13度目の防衛戦でヤミール・カラバジョに放った右ストレートの軌道は本当に綺麗でした。そしてロペスの KO 勝利で一番芸術的だったシーンは15度目の防衛戦のビラモアとの一戦です。8ラウンドにビラモアの右ジャブを外して放った左アッパーはボクシング史上最も美しい左アッパーだと感じました。ファン・マヌエル・マルケスといえばマニー・パッキャオとの4度の対決が有名です。パッキャオが階級を上げていくのでマルケスもそれを追って階級を上げ、4度目の対決はマルケスがスタートしたフェザー級より4階級も上のウェルター級の世界タイトルマッチです。数々の名王者と名勝負を繰り広げたマルケスですが、マルケスの芸術的な KO シーンといえば初めて世界王者に戴冠した一戦で初回に放った神業と言われたカウンター3連打です。マルケスはファンディアス戦でも見事な KO シーンを披露しました。2009年2月、下の階級から上げてきたマルケスは WBA、WBO、世界ライト級王座決定戦でファンディアスと戦いました。両雄は序盤から激しく打ち合いますが、下の階級から上がってきたマルケスは体格とパワーで劣り、ディアスの強烈な圧力に苦戦し、マルケスはテクニックで対抗しますが、ディアスのペースで試合は進んでいきます。劣勢のマルケスは9ラウンドに素晴らしいコンビネーションを炸裂させ、ディアスから痛烈なダウンを奪い、起き上がったディアスをこれまた芸術的なアッパーで仕留め、世界3階級制覇に成功したのでした。